皆さん、こんにちは。大人気アイドルグループカトゥーンのメンバーで、近年はチンピラキャラでバラエティ番組でも大活躍している上田竜也さん。そんな上田竜也さんは、そのルックスと鍛え抜かれた肉体美から多くの女性を獲得しており、今までに4人の女性との交際が噂されてきているようです。今回はそんな上田竜也さんの歴代彼女4人や、好きなタイプ、住まいや愛車、気になる父、母、兄弟を調査しました。ぜひ最後までご視聴ください。まず上田竜也さんのプロフィールからご紹介したいと思います。上田竜也さんは生年月日は1983年10月4日、神奈川県出身です。ジャニーズ事務所所属しています。今でもカトゥーンのメンバーとして活動していますね。そんな上田竜也さんの気になる歴代彼女をご紹介していきたいと思います。歴代彼女は4人います。そのイメージとは裏腹に、交際が噂された女性は4人と意外と少ないようです。歴代彼女1人目は小林涼子さんです。生年月日は1989年11月8日、出身は東京都です。交際されていたと噂されている時期は2009年から2014年頃。小林涼子さんは子役とデビュー後は雑誌ニコラの専属モデルを務め、その後は女優としていくつものドラマや映画に主演しています。上田竜也さんと小林涼子さんは2009年3月から4月上演の舞台ロミオとジュリエットで共演しています。この作品で上田竜也さんは舞台初主演でロミオを演じ、小林涼子さんはジュリエットを演じていました。この舞台ロミオとジュリエットでの共演で、上田竜也さんと小林涼子さんは交際に発展したと言われているそうです。上田竜也さんと小林涼子さんの交際が世間に広まったのは2010年4月にフライデーが2人の熱愛を報じたからでした。上田竜也さんと小林涼子さんが仲良く歩く姿が撮影されていました。また一部のメディアでは小林涼子さんが上田竜也さんの母親と等しく、エステや海外旅行に行く仲だと報道もあったそうです。上田竜也さんと小林涼子さんは舞台ロミオとジュリエットの制作発表会の時点で、そのラブラブぶりを記者たちの前に見せていたようです。制作発表の間、上田竜也さんと小林涼子さんはお互いの手を握り続けていたそうで、記者たちからツッコミが入ったと言われています。多くの記者の前でそのようなラブラブぶりを見せつけるなんて、お互いにかなり好きだったと思われますが、5年後の2014年頃に破局してしまったようです。歴代彼女2人目にご紹介するのは、元グラビアアイドルでミニスカポリス12代目候補生として活動していた森下麻里さんです。生年月日は1985年12月26日、交際していたと噂される時期は2015年から2016年頃です。森下麻里さんは2006年に芸能界引退してからは六本木のキャバクラ嬢として働いていたようです。上田竜也さんと森下麻里さんの交際が広まったのは、2015年8月に週刊誌女性が上田竜也さんと森下麻里さんの熱愛をスクープしたからでした。出てきた男性の顔は帽子とマスクで隠されているが、鋭い眼光はカトゥーンの上田竜也のものだとわかる。しかしこのマンションは彼の自宅ではない。ここには元グラビアアイドルの M さんの住む部屋がある。上田竜也さんが森下麻里さんの住むマンションから出てジムに行く姿が記事に記載されました。記事によると、上田竜也さんと森下麻里さんは共通の友人を通じた食事会で知り合い、お互い格闘技好きということもあり意気投合したとされています。森下麻里さんは上田竜也さんとの交際を匂わせる行動をして、一部のジャニオタ相手に炎上騒ぎもあったと言われています。京セラドームのカウントダウンコンサートに行った。上田竜也さんの好きな「あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない」の感想報告。上田竜也さん出演の「永遠のゼロ」の鑑賞を報告。ブログで温泉旅行に行ったことを報告。シチュエーションが上田竜也が雑誌で語った内容に見える。このようなことから森下麻里さんが上田竜也さんとの交際を匂わせると噂されるようになったみたいです。しかし
週刊女性の記者が森下麻里さんに上田竜也さんの交際について直撃すると、森下麻里さんは交際を否定しました。人気キャバ嬢らしく、相手の気をそらさないように心遣いをし、そつのない接客ぶりを見せる。でも肝心のことを聞くとはぐらかすのだった。上田さんの交際はもうどのくらいになるんですか？え、彼氏はいませんよ。その後、上田竜也さんと森下麻里さんの交際は1年ほど続き、半同棲生活という関係から結婚秒読みとも噂されましたが、破局の原因はジャニーズの圧力をかけたとの噂もありますが、真相は不明です。歴代彼女3人目にご紹介するのは、元 TBS アナウンサーで退社後は女優業もこなしている宇垣美里さんです。上田竜也さんとの交際の噂が広まったのは2016年12月に週刊文春が報じた記事がきっかけでした。記事中に宇垣アナがタレントとも交際していたが今年2月に破局とある。実はそれが異能の先輩であるジャニーズ優だと噂されています。テレビでも宇垣アナと共演したことのある優は、収録の合間に親密な雰囲気で接することもあったそうで、その中で宇垣美里さんの元彼氏がジャニーズの先輩優だとの記述があり、この先輩優が上田竜也さんではないかとの噂になったようですね。上田竜也さんと宇垣美里さんは2015年から2016年までバラエティ番組炎の体育会テレビで共演したこともあり、接点はあります。上田竜也さんと宇垣美里さんの関係は証拠が不十分なため、憶測の領域で真相は不明です。最後にご紹介する歴代彼女は AKB48 の元メンバーでタレントの大島麻衣さんです。生年月日は1987年9月11日、出身地は東京都です。上田竜也さんと大島麻衣さんは、共通の知人である AKB のメンバーの紹介を通じて知り合ったと言われています。大島麻衣さんは、過去に何人もの男性と交際の噂が流れており、その中の一人として、上田竜也さんの名前が出てきたそうです。そのため、上田竜也さんと大島麻衣さんの交際は噂だったと言われているそうです。これまでに上田竜也さんの歴代彼女4人を紹介してきましたが、現在の彼女は一体誰なんでしょうか？調査の結果、残念ながら上田竜也さんの現在の彼女は不明でした。上田竜也さんは森下麻里さん以降の熱愛スクープはなく、それ以降の噂はどれも憶測止まりのようです。そんな上田竜也さん、自宅では可愛い愛犬たちと暮らしていることは分かっていますが、部屋数や居住地については未確認です。そこで今回は上田さんのプライベートを掘り下げるべく、自宅マンションや愛車情報に加えて年収についても詳しく検証していきます。上田さんというと小面のやんちゃなイメージがとても強いですが、自宅では2匹の愛犬と暮らす心優しい一面もあります。もともとデビューからしばらくは今のようなルックスではなく、むしろ可愛らしい甘栗時代と呼ばれることもあった上田さん。30代突入あたりから今の上田竜也さんの風貌へとチェンジしていますが、むしろそれが上田竜也さんのキャラを定着させたターニングポイントとなりました。当然年収の増加も見込まれますが、気になるのが上田竜也さんクラスがどのようなところに住んでいるかということですよね。調べたところ、上田竜也さんは都内のマンションで一人暮らしをしているようですが、残念ながら詳しい所在地については特定することができませんでした。しかし噂によると、一部の部屋がいわゆるお部屋になっているとの情報もありますので、次回ではそのお部屋について詳しく検証していきます。上田竜也さんの自宅マンションについて調べていると、漫画本のようなものが積まれて足の踏み場もないようなお部屋画像が複数枚ヒットしました。この画像は以前出演したトーク番組で上田竜也さん自らが公開したものですが、そこには上田竜也さんの姿や漫画本の上を歩く愛犬の姿も写っていました。つまりこのお部屋は紛れもなく上田竜也さんの自宅であるということになりますが、ジャニーズアイドルとは思えないほどの散らかり具合を見せています。何でも収納しきれない漫画本を積んであるとのことですが、なかなかのお部屋っぷりにはファンも衝撃を受けているようでした。お部屋の持ち主とはいえ、
上田竜也さんが都内の立派な高級マンションに住んでいることは間違いありません。そこで気になるのは上田竜也さんの年収額です。年功序列の給与形式であるジャニーズにおいて、年齢的にも芸歴的にもちょうど真ん中の世代の上田さんの年収は一体いくらなのでしょうか。そこで実際に調べたところ、上田さんの推定年収は2000万円程度であることが分かりました。先述のようにジャニーズの給与形態は年功序列の給与制であり、活動歴やキャリアの長さがベースとなります。そこに個人仕事のインセンティブが加算され、上田竜也さんはカトゥーンとして活動しているのはもちろんですが、個人のテレビ出演や舞台出演などもあるため、2000万円程度が妥当であると言われています。芸能人のプライベートで注目を集めるものの一つに愛車情報がありますが、上田竜也さんの愛車にも当然注目が集まっています。そこで上田さんの愛車について調べてみると、日産のフェアレディ Z に乗っていることが判明しました。会社や高級車のイメージが強い芸人ですが、国産車が愛車というのはとても意外な事実です。しかし国産車とはいえ、上田竜也さんの愛車のフェアレディ Z5 代目 Z33 型は非常に高級車であり、500万から700万の価格帯になっています。上田竜也さんは車だけではなく、趣味はバイクだそうで、大型や中型の免許を持っているという情報はありませんが、コンサートではたびたびバイクに乗ってファンを驚かせているそうです。カトゥーンのデビュー10周年の記念コンサートテンクスでは、ヤマハのボルトというとてもかっこいいバイクに乗っていました。さらに違う都市でのコンサートでもバイクに乗っています。コンサートでたびたびバイクに乗っているので、やはり上田竜也さんは大型二輪の免許を持っている可能性が高いです。上田竜也さんは彫りの深い整った顔立ちをしているためか、ハーフに間違われることがあるようです。よく噂になっているのがフィリピンとのハーフ説ですね。しかし実際には上田さんの両親は外国人ではなく日本人だということが分かっています。なのでこの噂はデマで、上田さんはハーフではないということになりますね。このことがハーフ説を助長する要因となったのでしょうね。日本人はあっさりとした顔立ちの人が多いので金髪が似合わないと言われていますが、上田竜也さんはしっかりと似合っていますし、ワイルドなキャラにもぴったりとハマっていますよね。実は上田竜也さんの実家はカトゥーンメンバーも認めるほどのお金持ちだという噂があるようなのです。エピソードとしてはゴールデンレトリバーを4頭飼っている、家の階段が螺旋階段、クリスマスに大人数でホームパーティーを行ったなど、いずれも家が広くないとありえない話ですよね。そんな豪邸を建てられる両親は一体どんな職業に就いているのでしょう。調べてみたところ、母親は専業主婦ですが、父親はあの大手生命保険会社の住友生命で勤務しているとの情報が見つかりました。あくまでも噂ですので真偽は分かりませんが、上田家は父の仕事の都合で幼少の頃から転勤を繰り返していたのだそう。南は沖縄から福岡、和歌山を経て今の自宅がある埼玉県川越市と全国各地を回ってきたそうですよ。出世に転勤はつきものと言われていますので、上田竜也さんの父親も出世コースを歩んでいたのでしょうね。ちなみに父親の口癖は稼げる仕事をしろだったそうで、母親もかなり教育熱心なタイプだったのだとか。自身の経験から、子供には金銭的に不自由のない生活を送ってほしいという思いがあってのことだったのでしょうね。上田竜也さんのプロフィールによると、出身は神奈川県横浜市となっています。ジャニーズには TOKIO の永瀬智也さんやニュースの手越優也さん、加藤シゲアキさんなど横浜市出身のタレントが数多くいらっしゃいますよね。しかし先ほども少し触れましたが、上田さんの父と母の住む実家は埼玉県川越市南古谷駅の近辺に実家があるそうですよ。そして上田竜也さんが出身としている横浜市は自身が生まれた場所なのだそうです。今は実家が川越市にあるとはいえ、上田さんのように幼少期から全国を転々としてきた者にとっては、一体どこを出身地と言っていいのか悩みますよね。調べてみると、出身地とは生まれた土地のことを指す意味があるそうです。そのため上田竜也さんの出身地は神奈川県横浜市となっているようです。出身校はというと、
実家のある川越市の小学校と中学校を経て、東京都昭和第一高等学校に入学し卒業しています。当時は、すでにジャニーズ事務所に所属していましたので、仕事をしやすくするために東京の学校に進学したのかもしれませんね。子供の頃は、毎日習い事に通っていたという噂もありました。またテレビが家に8台あるというエピソードもあり、実家はお金持ちだったようです。全部ゴールデンレトリーバーだそうで、やはり実家はお金持ちだったようですね。上田竜也さんの実家がとてもお金持ちだったというのは驚きですね。ただジャニーズは実家がお金持ちであるというタレントさんが決して少ないわけではありません。嵐などもメンバーの多くが実家がお金持ちであることでも知られています。しかし現在は実家も離れて自立されています。家族の話などはあまり聞かないので、現在は実家に帰省することも少ないのかもしれません。幼少期は転校が多かったということで、友達を作るのも大変だったかもしれませんね。現在は社交的な上田竜也さんですが、幼少期はどうだったのでしょうか。学生時代はそのイケメンさからモテていたことは間違いないでしょうが、ジャニーズとして自制は必要だったはずです。2023年現在、精力的にKAT-TUNとして活動されている上田竜也さん。歌って踊れるアイドルで、かつ筋肉もすごいアイドルとして活躍の場を広げられている上田さんの活躍が楽しみですね。いかがでしたか。今回は上田竜也さんの歴代彼女4人や、好きなタイプ、住まいや愛車、気になる父、母、兄弟を調査しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。